どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前回、僕が固定費の見直しっていう動画をアップしました。毎月6万4千円が固定費としてかかっています。3600円から3700円、3800円ぐらいで収まってるっていうのはですね、もうそこから飛び出したことはないです。他の月も変わらず5122円がかかっていたと。その前が2139円というふうになっています。そろばんがはじけないのですみません、データク使いましたけども、合計金額がですね13万4862円という形で出ました。はい、でもあのあとですね、あれそういえば入れ忘れた、あれ入れ忘れたみたいなものがありまして、それがサブスクリプションというやつだったんです。でこの動画見てる人の中でサブスクリプションって何の話っていうふうに気になる方もいると思うんで、そもそもサブスクリプションって何かっていうお話なんですけども、サブスクリプション方式はビジネスモデルの一つ、利用者は物を買い取るのではなくて物を利用権を借りて利用した期間に応じて料金を支払う方式と、コンピューターのソフトウェアの利用形態として採用されることも多い。英語のサブスクリプションは雑誌の予約購読、年間購読の意味があるということで、簡単に言うと今まで買っていたものを利用すると、毎月利用するっていう、そういう感じですね。日本で分かりやすく言うと定期購読っていうのが分かりやすいところだと思います。それを僕は前回の動画でちょっと見落としてしまったということなんです。でこの動画を見てる人の中でそのサブスクリプションサービスを、全部把握してますっていう人どれぐらいいるでしょうか。この動画を見てる人の中で Netflix だったり Amazon プライムだったり、あと他にサブスクって言ったら何がありますか。それしかないの引き出しみたいな感じですけど、はい、いろいろあると思うんですけど、有名どころであると思うんですけど、至る所にそのサブスクサブスクというか、事あるごとにサブスクサブスクっていう感じだと思うんです。そんなに気にしてる人もいないと思うんですけど、おすすめの定額サービスまとめって言って、こういうふうにあるわけなんですけど、なんかよく厳選っていうと5銭とか4銭、3銭、10銭みたいな感じですけど、39銭っていうそのめっちゃ絞れてないじゃんみたいな感じがするんですけど、そう、それだけやっぱサブスクってめちゃくちゃあるわけなんで、最初申し込んでそのまま忘れて気づいたらただただ毎月こう垂れ流しにしちゃってるっていうのはすごいもったいないと思いますんで、そのサブスクリプションを管理することは節約にもつながるということで、今回僕もですねサブスクリプションも含めて固定費をしっかりと管理していこうと思います。でサブスクリプションを管理する方法で、例えばアナログなところで言ったらExcel にまとめるっていう、全然アナログじゃないですけどね、ネット上でやっちゃってますから IT なんですけど、そういう愚直にやるなら Excel で管理するっていう方法もありますし、そのサブスクを管理するサービスっていう、またそれもサブスクであったりするんですよね。毎月1000円でどんなサブスクをやってるかみたいなのもありますし、あとアプリもあります。で僕はアプリで管理したいと思います。どんなアプリを使うのかっていうとですね、バービーっていうんですか、ちょっと読み方わからないですけど、こういうサブスク管理アプリです。はい、こんな感じでかなり視覚的にわかりやすく管理できるみたいで、はい、これ結構人気があるそうです。僕使ってるのが iPhone なんで、 Android のことはちょっとよくわからないんですけども、 Android アプリで有名なところって言ったらサブスクリプションズっていうサービスが有名みたいです。はい、なのでもし興味がある方はこの2つダウンロードしてみてください。2つダウンロードできないですね。はい、じゃあまずはこのアプリを立ち上げます。でそうするとまずは空の状態なんですけども、このプラスボタンを押します。でそうするとまずはですね、こう有名どころで登録しているものはありませんかというようなページが出てきます。でもこれだけ見るとこんなにサブスクがあるんだっていうふうに思いますよね。このING だったり、上のバリゾン、何でしょうこのサブスクみたいなのがあるわけなんですけど、じゃあ例えば僕の場合ネットオリックス申し込んでいるので、ネットオリックスの1050円、一番下のサービスですね、はい、これをやりますと。でオプションのところで名前、ディスクリプションのところで、これはメモみたいなもんだと思うんですけど、であとファーストビル、これはいつですか、ちょっとわかんないですね。とりあえずじゃあこういう風にしておきましょう。で、サイクルも選べるんです。月に2回だったり3回、あとは週に1回ペース、あと年に2回ペースとか、そういった感じでこう細かく設定できるのも、かなりいいと思います。この右上のアドを押します。で、そうするとこのように一覧に、ここにこうどん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 こう追加されていって、
って一覧で管理しやすくなるということで、これをやってみたいと思います。でこういったものがもしありませんよと、この中にありませんよとなった場合は、この一番下にあるクリエイトカスタムサブスクリプションというのを押します。ここで、名前だったり毎月いくら登録してるかっていうのも細かく設定できるので、これも使ってみるといいと思います。こうすることで、例えば、そっち系のサービスを使っている人なんかもこうやって登録することができるので結構いいかなと思います。はい、ちなみに僕はそっち系のサービスは使ってません。そっち系ってどっち系ですかっていう想像はお任せします。では今から早速こちらのアプリに自分の使っているサブスクを登録していきたいと思います。って言っても、ここで自分が使っているサービスを漏らしてしまったら終わりですよねなので自分が何を登録しているのかっていうのは自分にしかわからないわけなんで、ちゃんとこう漏れのないように入力していきたいと思います。今こうやって、どれぐらいでしょう5個とりあえずサブスクリプション登録したんですけど、5個以上登録しようと思ったらですね、こんな感じで解除してくださいというか、制限を解除するためには240円払ってくださいっていうふうに表示されました。そりゃそうですよねということで、全部もろもろサービスを使えるようにするには240円ですし、単純にその個数を解除、制限を解除するためだったら120円ということで、僕の場合は120円でいいかなっていう感じがするんで、とりあえず払いたいと思います。はい、これで制限が解除されましたので、また引き続き登録をしていきたいと思います。もしこのアプリ内課金が嫌だっていう方は Excel だったり他のメモアプリとかで完了してみるといいと思います。はい、ということでもうできましたけども、いやこれでもう大丈夫でしょと、自分もこう振り絞って、あれやったっけ、あれ入れてたっけ、まだ入れてないものあるかなとかって吟味して、これだけこう埋めることができましたと。でもこうやって意識して管理しようと思わなかったら、結構見逃しているところもやっぱ多いんじゃないかなというふうに思いますので、やっぱこういうアプリは大事かなと思います。もしアプリじゃなかったとしても、こういうふうにちゃんとこう管理をしていくっていうふうにすれば、もう大事なお金をしっかり守ることができると思うんで、はい、いいと思います。はい、これが僕が今登録しているサブスク一覧ですね。こんな感じになっております。で上からですね、 Amazon プライム4900円、これ月額じゃなくて確か年間だったので、ワンイヤーですね。はい、ワンイヤー。その次 Kindle Unlimited 980円で、その次 Epidemic Sound が毎月15ドルですね。でその次ヤフオクプレミア会員が毎月540円で、その次にチャットワークが毎月400円、これパーソナルプラン契約してます。であとマネーフォワード ME と MF クラウド会計がそれぞれ500円と3980円という感じでかかってきていて、であとマイスピーと X サーバーっていうものがあるんですけど、このマイスピーっていうのはメルマガ配信スタンドっていうサービスですね。で X サーバーというのを5ヶ月間で 16,200 円で場所を借りて、その上にマイスピーというサーバーを置いているっていう感じです。何言ってるか分かんないですよね。これ仕事で使っているやつなんで、はい、気にしないでください。オクルトっていうところも僕が仕事で今使っているところで5400円が毎月かかっていて、その次どんな匿名 Wi-Fi を僕契約したんですけども、これも毎月3458円かかってますと。で、エニタイムフィットネスで毎月6980円で、楽天モバイルで1800円みたいな感じでなってます。で、あとはコンサルだったり、税理士さんにお願いしていたり、あと家賃だったりっていうところも一応入れてはいます。あとクレジットカードの場合は年会費ですね、はい、がかかってくるんで、こういうのも一応登録してます。正直家賃に関しては毎月一定額固定なので、
まあ、コロナ禍に入れちゃったという感じなんですね。だったら水道、電気、ガスも入れちゃえばいいじゃんっていう気もするんですけども、まあ、こんな感じでとりあえず毎月必ず払うっていうのを、まあ、サブスク関係ちょっとなくなっちゃってますけども、最後の方とか税理士さんとか家賃とか全然サブスクでも何でもないですから、まあ、そういうのもちょっと入ってるんですけど、まあ、とりあえず毎月こう確実に払っていくものに関してはこうやって入れてみましたということで、でしかもこれ今見てて思ったんですけど、今この何でしょう、 Kindle Unlimited 登録してるんですけど、僕も最近本読んではいるんですけど、アンリミテッドじゃないところにいっぱいあるんですよ、僕の読みたい本って。紙媒体もそうですし、単純にアンリミテッドではないっていう、 Kindle でしかないっていうものがあるので、なので Kindle Unlimited はちょっと解約したいと思います。はい、OK です。はい、解約できました。で、そしたらですね、このアプリの Kindle Unlimited を選んで、で下の方に行くと Delete Subscription という文字がありますので、そこをポチッと押すと、そうすると、はい、これで消すことができました。でもこうやって見ると毎月最低でも18万はかかってるんだなっていうふうに思えると、結構でかい出費してますよね。まあ、家賃も結構高いですよね。家賃抜いたらサブスクと他のサービスだけで8万円、10万円以内で済むので、家賃がどれだけ高いかっていうのをまあ感じるわけなんですけど、まあ、でもこうやって今二人暮らしができてるのもありがたいことなんで、そこはしっかり払っていきます。で、あとはコンサルを受けたり税理士さんをお願いしたりっていう、そのお金を払うことでより多くのお金が守られるっていう場合は、もうそこにどん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 投資をしていきます。はい、あとはその仕事で使っているので、そうやってお金を、そのサービスを使うことで自分の仕事ができて、より多くのお金を稼ぐことができるので、なのでこういったのはどんどんこれからも使っていこうと思います。そう、このどんな時も Wi-Fi っていう、またちょっとこれもすごくおすすめなんで、また別の動画でリビューさせてもらいたいんですけども、こういったやつもこれがあるおかげで僕はいろんなところでライブ配信だったり動画をシェアすることができるので、やっぱこういうルーターは本当にあってよかったなと思います。まあこんな感じでちょっとずつそのサブスクを見直していきながら、やっていこうと思います。もし今この動画を見てくれている人の中で、なんかいろいろこうサブスク月額定額のやつを申し込みすぎてわけが分かんなくなっちゃってる人も多いと思いますので、なので節約のために、ぜひこうやって サブスクを見直すアプリをちょっとゲットしてみてはいかがでしょうかというお話でした。まあ今回全然何でしょう、案件とかそういうのではないので、見やすくていいなと思ったので、こうやってシェアをさせてもらいました。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、こんな感じで、これからもその見えないところ、その自分の内面も管理するためにメントレーだったり、あとこういう、見えない経費の部分を、金を守るとかですね、あと物も不要なものがないかなっていうのは定期的に点検をしていくっていうのは大事だと思うんで、これからも、定期点検するときにこの動画でシェアしていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。そうですね、まあ、ただマネーフォワード ME の毎月500円とか、ヤフープレミアムの毎月540円もまあいいかなと思うんですけど、多分こういう毎月540円をケチっていくよりかは、ちゃんとなんか無駄な飲み会というか、そういったものをどん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 手放していくっていう方の方が、よっぽどお金は守れると思いますし、時間も守れると思いますので、まあ、なのでサブスク以外にもそういう無駄な出費がないかなっていうのは、管理するっていうのは大事かなというふうに思います。はい、